ユーノーは、ローマ神話で女性の結婚生活を守護する女神で、主に結婚、出産を司る。また、女性の守護神であるため月とも関係がある。主神ユーピテルの妻であり、ローマ最大の女神である。神権を象徴する美しい冠を被った荘厳な姿で描かれ、クジがその生とり、女性的気質の神格化である。ギリシア神話のヘーラーと同一視される。 英語では、ジュノーフランス語では、ジュノン。日本語では、ユノ、ユノウ、ジュノーなどともかな表記する。ユーピテル、ミネリューアと共に三柱一組でカピトリウムの丘の神殿で崇拝されている。古代ローマのユーノウの祭りとしては3月1日のマートローナーアリアや7月7日のノーナイカプローティーナエがあったが、現在では6月の女神として知られる。 ヨーロッパの言語で6月を表すジュニを、ジューンなどはユノーに由来する。また、6月の花嫁は、6月に結婚することで、花嫁にユノーの加護を期待する風習である。サートゥルヌスの娘で、ユーピテルとの間に、ウールカーヌスとユーエンタースを生んだ。花の女神フローラからもらった魔法の花に触れて、妊娠し、戦いの神マールスを単独で生んだ。 ベルギリウスによる女ジ,ジシ、アエネイスでは、トロイア人を憎み、ウェヌスの息子、アイネーアースのローマ建国を阻むため、姉モイの主であるアイオロスに頼んで、アイネーアースの戦隊を沈没させようとした。その返礼に、自らの配下の妊婦で最も美しいデイユペアをアイオロスに与えると言った。第七巻ではユーノーがアレークトを呼んでアマータを操って、 トゥルノスとアイネーアースの戦争を先導させた。二人の海戦前にはユーノーがラティーヌス王の代わりに戦いを始める際に開けることになっているヤーヌスの神殿の門を開け放った。ユーノーは様々な添えなど側面を持ち崇拝されている。ありがとうございます。